美人実力派女優の関めぐみさん。現在、2023は結婚していましたが離婚して独身です。子供は誕生しているのでしょうか？新丸子での目撃情報や若い頃の芸能活動などをお伝えしていきます。関めぐみのプロフィール、本名、関めぐみ、生年月日、1985年9月8日。出身地、神奈川県。最終学歴、多摩大学目黒高等学校卒業。血液型、B 型。所属事務所、スターダストプロモーション。丸、牧師、関めぐみの現在、2023。関めぐみは結婚して離婚していた。関めぐみに子供はいない。関めぐみは新丸子出身なのか。関めぐみの若い頃。関めぐみの現在、2023。多摩大学目黒高等学校卒業後の2004年4月に、爽健美茶緑茶ブレンドの CM で華々しくデビューをした関めぐみさん。2008年に出演していた東京ガス、ガスパッチョの CM でロボット役を演じた時には面白いと話題になりました。2005年に出演した映画、恋は5、7、5と、8月のクリスマス、では第60回毎日映画コンクールのスポニチグランプリ新人賞受賞、その後も CM や映画、ドラマなどで活躍しています。現在、2023、37歳の関さんですが、最近はあまりテレビで見かけないようですが何をされているのかを調べてみましょう。まずプライベートについてですが、2016年6月当時30歳の時に一般人男性と結婚をして2019年には離婚をしていますので、2023年現在は独身です。2019年からは舞台に挑戦し、コントと音楽シリーズに出演中。2023年現在はシリーズが第5弾まで進み同舞台の楽園はどこだに出演しています。演技力も歌唱力も非常に高い関さんの実力が発揮されている舞台のようです。テレビドラマは、2020年は連続テレビ小説、エール、2021年には書けない。脚本家吉丸圭介の筋書きのない生活、2022年、ミステリという勿れ最終話、特捜9シーズン5第4話、日曜劇場オールドルーキー第2話、に出演。関さんは演技力が高い女優で、2022年、ミステリという勿れ最終話、に出演した際は、登場時間は短かったもののミステリアスな雰囲気を醸し出し視聴者をうならせる迫真の演技でした。最近はそこまで芸能活動を頻繁にはされていないようですが、脇役ながらも美人実力派女優として活動されていることがわかりました。SNS での活動は、長く続いていたブログは2023年3月で終了し、現在はインスタグラムで近況を投稿しています。関めぐみは結婚して離婚していた、実力派美人女優の関さんですが、2016年6月当時30歳の時に一般男性と入籍をし、7月の自身のブログでファンに向けて結婚報告をしました。関は16年6月に一般男性と結婚し、翌7月にオフィシャルブログで、リードしてくれて、朝日と共にある生活の喜びを教えてくれる方、などと綴り、結婚したことを報告していた。引用元、関めぐみ昨年までに離婚、16年に一般男性と結婚、日刊スポーツ。現在、2023は、結婚報告をしたページは削除されたようで見ることはできません。仕事もプリベートも順調そうに見えましたが、2019年に離婚をしています。価値観の違いが離婚の大きな理由のようで、話し合いで離婚が成立したそうです。二
人なれそめや交際期間などは明らかではありませんが、やはり女優と一般の方では考え方や仕事の理解など難しいところもあるんでしょうね。価値観が同じ人とはなかなか出会えないものですよね。関さんは3年の結婚期間で離婚されて、現在、2023は独身です。関めぐみに子供はいない。2023年現在37歳の関さんですが、子供はいるのでしょうか？2016年当時30歳で一般の方と結婚はしていますが、2019年には離婚。二人の間にお子さんが誕生したという情報はありません。まだ37歳なのでこれから明るい話題が舞い込んでくるかもしれませんね。関めぐみは新丸子出身なのか、ネットで関めぐみさんを検索すると気になるワード、新丸子、とか、川崎、といった土地を指す言葉を目にします。どういうことなのかを調べてみましたが、川崎、での目撃情報が多いことがわかりました。新丸子は神奈川県川崎市にありますので、川崎を具体的にしたワードが新丸子ですね。男性と一緒のところも目撃されています。彼氏なのか異性の友達なのか兄弟なのかは分かっていません。ツイッターに投稿された目撃情報の多くは2010年頃のもの。2010年の関さんは25歳でした。その頃は川崎に住んでいたのかもしれませんね。関さんの出身中学は川崎市立銀行中学校、銀行中学校ではないかと噂もされていますので、住んでいるのが川崎であれば目撃されていても不思議ではありませんね。2023年現在では川崎や新丸子での目撃情報の投稿は確認できませんでした。関めぐみの若い頃、神奈川県出身の関めぐみさん、玉川大学目黒高等学校を卒業して大学には進学されていません。高校時代からモデルのようなスタイルと美しいお顔をされていて、芸能事務所からかなり多くのスカウトを受けていたと言います。ところが、関さんの父親の考え方は、自分の容姿で稼ぐのは努力を必要としない、と芸能活動を支持していなかったことから、前川スーパーのレジ打ちをしていました。所属事務所の公式ホームページには、関さんの特技は、レジ打ち、と記してあります。どれだけ早く打てるのか興味深いですね。2004年の高校卒業後には芸能活動を開始。デビュー CM となったのは2004年、爽健美茶緑茶ブレンド。翌2005年3月には映画、恋は5、7、5でデビューをし初主演を務めました。高校生役の関さんの初々しさがとても可愛い作品でしたね。同年には映画、8月のクリスマスにも出演し、主人公の恋人役を演じています。デビュー作の映画、恋は5、7、5と8月のクリスマスで第60回毎日映画コンクールのスポニチグランプリ新人賞を受賞し、華々しい芸能活動のスタートとなりました。また同年にはテレビドラマデビューも果たし、鈴木杏さんや錦戸助さんが出演する、頑張っていきまっしょい、でライバル校の部活のプライドの高いキャプテン役をこなしました。以降は、映画やドラマ、CM、TV など順調に仕事を増やしていきます。2009年に当時24歳で映画、ドラゴンボールエボリューションでハリウッドデビュー。人気アニメのドラゴンボールがハリウッドで実写化されました。関さんは映画のストーリーでのキーアイテムのドラゴンボールを一つ所持する巫女役で物語の鍵を握る人物です。監督はジェームズ・ウォン監督で、100人以上の候補の女優から関さんが映画のイメージにぴったりハマると抜擢したと言います。
ジェームズ・ウォン監督は、ドラゴンボール、生誕の地とも言える日本に来ることができて本当に嬉しい。原作者の鳥山明先生なくしてこの物語は生まれなかった。この映画を作れたこと、皆さんに見ていただけることを嬉しく、喜びに思っています、と話した。また、関役で出演した日本人女優、関めぐみも登壇し、この映画に携われたことを感謝します、と喜びを語った。引用元、別次元、実写版、ドラゴンボール、ワールドプレミア悟空、ピッコロらキャスト集結、ホリコンニュース。以降は途切れることなくドラマや映画に出演し、2019年当時34歳からは演技力や歌唱力を活かし、舞台、コントと音楽に出演し、女優としての演技の幅を広げています。